はい、はい、TGS 特別版、これ日本語でいきますよね。日本語バージョンだし、はい、今まで海外でやってきたやつとは違って、うん、TGS 初出しのバージョンですね。おお、そうですよね、初出し。じゃあ初めて見る方も、はい、とのことで、さあ行きましょう。じゃあとりあえずここはどうしたらいいんですか。おー、あ、オートマチックアシスト、オートマチックアシストっていうのがあるんですけど、はい、ユーミさんなしでいけそうな感じだったね。とりあえずなしでいってもらおうかな。とりあえずじゃあこのままこれは途中で変えることもできるんですか。そうです、今回途中で変えることができるんで、はい、またなんか詰まったら。そうですね、まずこれでやってみてみたいな感じで全然いいですよね。まずはなしで試してみるのも一つの遊び方ですよね、はい、緊張するな。よし、来た来た来た。もう今回ね、このカットシーンもクオリティがもう素晴らしく高く、本当にちょっと ね、だってこれがインゲームで、あのインエンジンでレンダリングしてるでしょ。これ別にプリレンダーじゃないでしょ、はい、普通に実機でそのまま出してるってことですよ ね、そう考えると本当にね、みんな頑張ったなと思って思うんですよ。あー、すごいっすよ。はいはい、ポーズメニューを開き、ここはどうしたらいいですか。はい、ここでまあ基本の操作を理解していただいて、あのね、重要なのが右のデビルブレイカーの中身はまあおいおい見たらいいんですけど、あ、色によって性能が違うんだなぐらいは理解していただけると。はい、デビルブレイカー右腕の方ですね。そうですね、はい、Alright, here we go。 今回ネロは右腕が悪魔討伐用専用戦闘機種デビルブレイカーになってます。かっこいい。デビルブレイカーを正しい発音でマットさんお願いしてるか。デビルブレイカー、yeah. いい発音、いい発音、いい発音、それだけは、はい、割と鉄板で受けるんですけどね。もうこれあの TGS 期間通してこれはやっていくんで、そうですね、それを押していく感じで、まあ、ほぼ前回はあの滑るんですけど、まあ、はい、頑張ります。丸ボタンでデビルブレイカー、何も押さないで丸ボタンだけ押すとデビルブレイカーですね。はい、この義手の名前の由来は何でしたっけ。オーバチュアーっていう名前なんですけども、なんていうか、序曲ですね、序章、来た、最初にニコが作ったデビルブレイカーっていう意味ですね。これからもっともっとさらにいろいろ出るよという話ですね。はい、はい、ブレーキエイジね、ブレーキエイジのチュートリアルです。長押しすると右腕がこうピカーンって光るんですね。で、光ると今ね、空振りしちゃったんですけど、このオーバーチュアの場合は光った後敵にヒットさせるんですよね。それを敵に近づいて当てる。来た、かっこいい。そうすると切り離して今的に右腕が刺さって次元爆弾になってます。ああ、本当だ、気持ちいい。あんで、もう今で使っちゃって何もなくなったんで、次の一つ減っちゃった。パンチラインっていう、丸ボタンを押すとロケットパンチみたいにこう打ち出す。あ、乗れましたね、早速。そう、これ乗ったままコンボが決めれる。このパンチラインはもうヘス行ってますし、打った後そのまま丸ボタン押しっぱなしにして帰ってきた、デビルブレイカー受け止めると上に乗れます。あとこれのため攻撃の方もね、気持ちいいんですよね。ユーミンさん、この体験版遊んだことありますか。初めてです。初めてって、もう初めて。いきなり S に来ておかしくない。おかしくない。すごいですね。わあ、この状態でいろんなボタンを押してもらうとトリック。わあ、気持ちいい。これあーすごい。トリックをすると割とスタイルランクが上がりやすいんで、あーっと、今みたいにデビルブレイカー使ってる途中に攻撃を食らうと、あー急に壊れちゃいます。あ、なるほど、それで下がってしまうと。はい、S 挑発くれて、 S 挑発欲しいて。おお、じゃあ、また S 取るときに、じゃあ挑発してもらいましょうか。あ、じゃあね、ここ、はい、今この奥に向かって進んでくださいっていうカメラなんですけど、はい、無視して右に行ってみましょうか。はい、無視します。無視して右。左、左、この、はい、ここをか壁ジャンプしながら、壁ジャンプして、あ、登っ、もうちょっと、もうちょっと、
そうですね、はい、来た。そうすると隠し通路があって、皆さんここはあんまり行かれないですか？ここね、そうですね、アメリカで S ランク取った人はここ行って全部取ってましたね。あの人本当に隅々まで理解してましたから、ね、はい、ここ奥まで行ってもらうと、で道具を稼いだりとかで、ここにしか出てこないこの 赤いお尻の敵がいるんですけど、こいつを倒すとすごくたくさんレッドボールを稼げるんですね。ただ体験版だとレッドボール稼いでも使いどころないのでないんかい。長く戦闘を楽しみたい方はこっちの隠し通路の方行ってもらってもいいのかな。じゃあ土曜日日曜日実際体験される方はあそこも奥まで行かないでこっち来た方がちょっとお得かもしれない。ちょっとお得かも、はい、本編だといいアイテムが置いてるところです。ああ、そうなんですね。あ、なるほどなるほど、はい。お尻の緑のやつをやっつけると体力回復するアイテムが出ます。グリーンオールですね、はい。でここで目的地カメラガイドっていうのがあって、はい、ここは隠し通路なんで行き止まりなんで、左スティック長押しするとこう行き先にカメラが勝手に向くんですね。なんか道に迷うと、もう気にせずに左いれば長押し2秒ぐらい、ね、長押ししてもらうと次行き先を自動でこう教えてくれます。おお、なるほどなるほど、便利ですね。便利です、ね、便利すぎてもうちょっと行き先見失ったらすぐ押すみたいになっちゃうんですけどまあいいかなと、うん、でもいいですよね今はもうそれぐらいで。いや、背景見るたびにね、やっぱりね、背景までもすごい頑張って作り込んだなと思うんですよね。いや、綺麗ですよね、あと書き込みがすごい。僕ら実際ね、もう2年ぐらい前になりますけど、はい、現地、これをモチーフにしているのがロンドンの街になるんですけれども、はい、そこまで取材旅行してね、何日間か写真を撮りまくって帰ってきて、であんまり写真撮りすぎてると現地の人から怪しむ感じでね何写真撮ってんだみたいな感じで怒られたり。確かにね。でやっぱちゃんとそうやってロケハンじゃないですけれども、そうですね、リサーチしてそれが今ここに生かされてるっていう、はい、ディテールがやっぱりね、これだけリアルな表現をするときには必要になってくるので。そうですよね、建物のね、ほんと細かい造形とかやっぱり分かんないですもんね。そうなんですよね、もうなんか柱だったり横のなんていうんですかね、木の前にある柵とか、はいはいはい、もうそれの形から全てこうね、細かなところまで見てくるような感じですので。なるほど。それでこの前いつもさんと話してて、はい、いつもさんが言ったんですけど、まあこんだけフォートリアルを目指すんならやっぱり背景とかもやっぱり細かいところまでやっぱり作り込まないと目立つよって言ってましたよ ね、 まあ、今回チームのみんな苦労したと思いますね、うん、ここのフロア行ったんで、あれ教えますか。あれあれなんですか。あれあれあれすいません、正確なんで、はい、このね、はい、この真ん中にある、あ、どうぞどうぞ、はい、あ、白い像があるんですね。ほうほうほう。この上乗れたら乗ってみてください。乗れたら乗れたら乗る、一回ここに乗って、これね、背中の上に乗ってみてもらって割とシリーズあるある的なやつですかね。あ、惜しい、惜しい。意外とこういう場で聞かない方がいいかなと思うんですけど、こういう時の乗り方についてなんかコツありますか。あー惜しい。2回目のジャンプも長押ししてもらったら長押し、おーいけそう。はい、大丈夫ですよ、まだ時間たっぷりあるんで。そうですね、おー、2回目のジャンプ、そう、行き過ぎちゃう。難しいでしょ、伊津野さん。よし、難しい。もうちょっと、もうちょっと、やったー。ストップ、ストップ。あー、いた。なるほど、すごい大量。こういうお得なあれがあるんですね。ですね、まあもう一箇所こういう場所があるんで、また探せる人があったら探してみてもらっていいですか。あー、なるほど。そうですね。で、今落ちてるデビルブレイカー拾ってもらったんですけど、はい、体験版だと4つまでストックできますので、はい、逆に4つもあるんだから気にせずにバンバン使えばいいかなと。なるほど、いろんなやつを試してみて、はい、で4つ目以上は拾えないんで、はい、あー、なるほど、そうかそうか。せっかくなんで使っちゃいましょうか。そうですね、ここはまた狭いですね。そうなんです、ここはでも狭いのを有効に使える義手があるんですよ。今ちょうど
ダメだ、空中で打ってください、空中で空中で打ちたい。あ、来た、おー、すげえ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 、一発でいきなり S ですね、すごい。あ、トリプル S、トリプル S、スモーキンセクシースタイル、かっこいい、いちいちかっこいい、ええ声、それしかないんですよ。ガーベラのね、ため技は壁に反射すればするほど威力が上がるんで、こういう狭い部屋で使うとこうやって一気に S とかいきますね。コツですね。それはゲームはちょっと特別ですよね。空中のブレーキエージもありますし、地上に立ってるのありますよね。どん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 下がっていく。地上でやってみますか。さっきのやつ、はい、いけいけ、真空波動拳。違うやつじゃない。ネタでしょそれ。ブランドが違うんですね。すいません。あ、かっこいい。コメントでマットさんは声優さんなのかって。いや、全然あ、でも次のね、カプコンっていうタイ、あ、ぜひいいタイに、それで夢ですよ、夢ですよ。ちょっとやってみましょう。キャッカーン。ちょっと滑った感じありますけど、振っといて、僕らの CM の時までにはね、マットがその声優になれるよ。あ、ぜひ頑張りたいなと思いますね。はい。一応大きな戦闘が終わった後はデビルブレイカーを補充できるように、まあ今回の体験版ではたくさん置いてるんで、戦闘の時はまあ無駄遣いしてもらっていいかなと。いいですね。で、今回バスターアーム、これTGS で初めて使ってもらえるやつなんですけども、4の時にネロが使ってたデビルブリンガーの性能を再現するをしようとしてニコが作ったんですね。ああ、なるほどなるほど。すごい、ちゃんと大きくなるんですね。これでね、デビルブリンガーみたいに。そう、大きくなります。ね、で、なんか嘘を作ってるんですか。モデル自体が。あ、モデルちゃんと変形して。変形してるのか。大きな手の形に変形するなってます。すごい。これを使うとバスターができるはずです。あ、来た。じゃあ長押しで使ってみたら。あ、長押しでやると、ちょっと性能の高いバスター、しかも壊されない、敵に壊されないようになバスターが出せます。あ、今のその代わり壊れちゃうんで。そうですね、結構強いと思いますよ。これゲームプレイでそのランクをその上げるためというか、 S とかを取るためのコツみたいなことはどういうところにあるんですか。いろんな技を使ってダメージを食らわないように、同じ技を連続して使うとスタイリッシュランク上がりにくくなってるんで、はい、いろんな違う技を使いながら、ダメージ食らうと問答無用で2ランク下がるようになってますね。あ、なるほどなるほど。だからいかにかっこよくかつダメージ受けないように戦うかっていうのが、まあやっぱ基本ですよね、デビルベイのね。さっき言ったの S ランククリア目指したければ、はい、ほぼノーダメージが条件になってくるんで、あー、やっぱシビアですね。相当シビアですね。この体験版ではまあそんな感じですけど、前編にあってわけではないですね。製品版はそんな、難しくしてないですね。S クリアだけで言うと、普通にかっこよく戦えば S 出るようになってます。はい、なるほどなるほど。ここよく体験版で迷われる方が多いんですけど、はい、手前ちょっと戻って前右、そうですね、左手に気持ち悪いとこがあると思うんですね。ここ、はい、そこでさっき拾ったまたこの気持ち悪いアイテムを入ってった。これで皆さん迷いませんね。なるほど。じゃあ本編ではそんなに S を取るのは難しくないはずっていうのは、じゃあこの体験版の装備ヒート意地悪してるだけですよね。じゃあそうです、意地悪してます。優しいですね、伊藤さん、はい、あ、ここに電話がね、手前に電話があるんですね、はい、ありましたね、電話ボックスあった、はい、そこで受話器を取ると本来ならニコっていう今回のヒロインが車に乗ってドサーって現れて、そこでアイテム買ったり、亡くなったデビルブレイカーを買って補充したりできるんですけど、今回来ないです。残念、なってるだけ、はい、今来ないです、はい、でもずっとなるか。いや、取ったら大丈夫です、はい、取ったら大丈夫で、最後、はい、この後、何かが待ってるんですけど、はい、
たくさんここにデビルブレイカーを置いてるので、で今あのお気に入りのデビルブレイカーがなければL1 ボタンを押してぶっ壊せば、ああなるほど、あいっぱいやるとこあるね。まだあるから、まだ美味しい。あ、まだあるある。どれどれしましょう。これいいですね。だいぶいいですね。で、ここでまあ満タンにしてボスに行ってもらうといいかなと思います。これ拾う順番かなり重要ですよね。先に拾ったものが後で使うようになるんで、その拾った順、そうなんですよ。だから、はいはいはい、あの取るどう戦うかを計算して順番に拾ってもらう。なるほど。気に入った順番じゃなければ、うん、L でぶっ壊して。やり直して。あ、そういう遊び方も。よし。よしよし。よ、カットシーン。腕の順番は基本的には変えられないふうになってるってことですね。基本的には変えられない。はい。はい。これ黄色いのなんすか、マットさん。これ、ちょっと待って、次のセリフは。日本語版ではそのセリフないです。ああ、そっか。ああ、なるほどですね。救急車ですよね。救急車だ。救急車ですよね。私たちね、あのあれですよね、ロンドンに行っても一応確かロンドンの救急車はこの色だと思うんですけど、はいはい、ずっとそのロンドンに行っても我々分からなかったんですよね、これが救急車だって。そうなんですよね。これ英語版だとネロが医者はどこだって出てくるんですよ、英語版だと。救急車だから。でもあのイギリスの人以外はこれが救急車で分かんないっていう。確かに日本人からするとただ黄色いパンダみたいな。そうなんです。なので日本語版はちょっとセリフ変えてます。あ、そういうことなんですね、はい、さあ、そしていかにもなボスが出てきましたね。やめとけよ。かっこいい。英語音声の切り替えとか字幕とかはできるんですかっていうコメントが来てますけど、まあ、ゲームを最初に始めるときに切り替えをするんです。そうです、あの、ね、ミッション始まる前に切り替えてもらうと、はい、タイトル画面とかの、はい、に切り替えてもらうと、あの字幕のオンオフも、あのボイスの切り替えもできます。はいはいはい、今回体験版でも同様の仕様になってますので、ああ、はい、なるほどなるほど。そうですね。英語字幕で楽しみたい方は、はい、あのゲーム始める前のオプションで設定すれば、変えてもらうと。あ、来たボス。うわ、おう、うん、おうまい。どうしよう、ここでオートマチックアシスト使ってみます。はい、そうですね、使ってみましょう。ちょっと、R3 でしたっけ、そういう隙を見つけるとか、右レバーを2秒ぐらい押して、あ、出た、あ、今右上に音が出たんで、これであとは三角ボタンを、三角ボタンを押す、連打するだけで、連打するだけ、割とかっこいい。そうですね。あの、避けるジャンプで避けたりとかはやってくださいね。はい、わかりました。あれですよね、オートシフトをつけてもそれでじゃあ簡単に倒せるわけじゃなくて、あくまでもスタイリッシュマークをどうやって上げるかっていうことですね。スタイリッシュな攻撃はあの自動で選んでやってくれるんですけど、うんうん、スタイリッシュに避けるのは自分でやってください。あ、罠も自動でやってくれるんですね。罠は自動で出ますね。なるほど。吸い込まれるな、誰に。あ、お、すごい。お、やばい、やばい。お、S、オーライサービッチ。これあの、逃げてください。逃げたい、逃げたい。あ、今、今壊れちゃったんで、L1 ボタンを、L1 ボタンを。あ、来た、よし。 L1 ボタンを押すと、はい、デビルブレイカー1個なくなるんですけど、はい、脱出できます。なるほど、めちゃくちゃ使っちゃった。今もうゼロだ、ゼロ。あ、そうですね、L1 は大丈夫です。オーライ、はい、左の方に落ちてます。おー、あ、あったあった、あった何個かありますね。よしよし、バスターアームとバスターアームとオーバーチュアー、ありますね。なるほどね。これ拾っといた方がいいですね。このボスと戦う時のそのポイントはどこになるんですか。今みたいにこうお腹がブワーって光ったら、はい、ドーンって爆発があるんでちょっと後ろへ下がってもらうことですね。あ、お、バスターアーム、バスターアームやってみて、L1 押して丸丸丸丸丸丸、降りて降りて下に降りて降りて、あーあーあー
今バスターアームなんで、はい、ボスはダウンしてる時しかバスター決まらないんですよ。ああなるほどなるほど。で今バスターできそうだったんでまたチャンスがあるなくなっちゃった。ぜひねでもあの DJS に来て体験版遊んでいただける方は今みたいな時にねボスがひるんだ時にバスターを決めるっていうのは一つ目標にして遊んでもらえるとすごい楽しいと思いますね。あのボス戦勝つのはあれなんですよね。今ねちょうど金の像の前にねグリーンオーブ1個落ちてると思うんですよ。いいですね、取った方がいいですね。こんな感じで何箇所かボスステージにグリーンオーブ置いてるので、あ気をつけて、あー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 ブレーカー持てないからブレークウェイもできないんですし、もう食らうしかないんですね。あー、いたー。あでも今ね、壊れた銅像の根元にもう一個グリーンを覚えてたんで、はい、った拾いましたね。今拾って体力回復したと思います。あそこにもありますか。はい、あれは後で取りましょう。後で取ります。はい、もう満パンですね。これでも倒せそうですよね。でももうね、倒せそうですよ、ね、あ、右の方にデビルブレーカーがもう一個落ちてるんで、あった、おーよし、オーライ、パンチライン、あこれで溜めて、これで溜めて敵に近づいて溜めて、かっこいいフィニッシュを目指しましょう。よし、いけいけいけ、オーライ、ユミン、いけいけ、新勝利やったー、イエーイ。さすが、こんなうまくいきますかね。あの興奮して昇竜拳って言ってる人いたんですよ。ちゃんとした技名ってあるんですかあれは。どうぞ。いやあとすごい。いいですね。いやでも初プレイでしっかりクリアまで行きましたね。いましたね。めちゃくちゃ楽しかったです。これ何回やっても楽しいんで ね、ぜひ、はい、そうですね。なんかもっと上手になりたいって思います。A ランク、いいこと言いますね。A クリアですね。あーやったー。Yeah, hey, all right, nice.